ゴジラの奇跡。この巨大な影がゴジラ、動物にして動物にやらせ、103年前に生息した被爆の大怪獣ゴジラ、水爆実験はついに太平洋に眠る大怪獣の怒りを買った。放射能を発し、白熱の海峡を吐きながらゴジラは東京へ降臨した。そして昭和30年、水爆実験ゴジラの前、初めての強敵アンギラス現れ、アンキロサウルスの眠りを覚ました。ゴジラとアンギラスの死闘が大阪の街を襲った。正体不明のマンモス卵、日本海岸に漂着。モスラの力貸せ。皆さんの人間不信の気持ちはよくわかります。でもこうしている間にもゴジラのために命を落としていく人たちがいるのです。昭和39年、ゴジラ対モスラの世紀の戦いが始まった。昭和40年、宇宙怪獣キングギドラがゴジラを襲う。ゴジラとキングギドラの大激闘は全宇宙を揺るがした。昭和49年、宇宙人による地球征服の切り札として登場したのが、全身が戦うためのマシンというサイボーグ怪獣メカゴジラだった。死闘に次ぐ死闘。昭和29年、我々の前に初めて姿を現して以来、ゴジラは幾多の戦いを乗り越えてきたのである。そして今、ゴジラ最大の危機が迫る。謎の巨大生物ビオランテ現る。ゴジラによって破壊しつつされた新宿副都市にゴジラの細胞が残されていた。通称 G 細胞と呼ばれるこの一段プバラの細胞の結合、最先端のバイオテクノロジーが生み出した謎の生物、それがビオランテだ。自らの細胞から生まれた最強の敵、ゴジラ対ビオランテ。平成2年正月、全国東方系公開。